じゃあ、みきぎです。今日は、僕の色染めから始めます。ゆで卵、ソーセージ、ピーマンを着色していきます。ウインナーから塗り始めました。なんか先生のお教室、模様替えしたみたいですよ。今日は野田先生も一緒です。美味しそうになってきました。ソーセージになった。ちょっとなんかバナナにしよう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,5 あるんで塗っていきます。ソーセージ美味しそうに塗れました。次はピーマンを塗っていきます。ピーマンさん、今度緑になるんで手袋買います。先生がスポンジを使います。こんな感じに塗ってます。ちょっと色ここ違うんですけど、美味しそう。先生のお店、株式会社になったんで、あの食品サンプル畑のホームページ見てください。3月1日になりました。ありがとうございます。先生、後で先生の名刺いただいたんで写します。ありがとうございます。素敵なことです。お金を出ないところに出ないの、うん、なんかないんですよ。だそうです。節約が大事ですね。生活もね、最近きついですよね、いろいろ。いろいろね、はい、みんなやってるからさ。そうなんですよ。ましやかに行きましょう。はい。買ってる場所ないですよ。先生、新しいカメラの部品が欲しいそうです。狙ってるんですけど。ピーマンたくさん色染めてできました。美味しそう。いっぱい具だくさん。ピーマンがいっぱいだ。具だくさん。美味しそうにできそう。先生から名刺をいただきました。株式会社バージョンです。すいません、卵を塗り始めてしまいました。今塗ってます。黄身を塗ってます。美味しそう。卵って可愛いですよね。なんでこんな可愛いんだろう、卵。1個できました。あと2つ作ります。おー、いいじゃん。すごい、いい感じ。結構べったり塗ってます。べったり塗ってます。真ん中をね、ほんのちょっと赤くすると、はい、半熟みたいに塗る。ああ、ちょっと真ん中塗ってみます。少し気持ち赤を出す。気持ち赤を出す。色染めの楽しいですよ。美味しそう。よし。美味しそうになっていくか。な感じに塗ってます。今半熟っぽくしようと思って真ん中をちょっと濃いオレンジに塗り始めました。こんな感じしました。卵ちゃん3つできました。フォークが宙に浮いてる。最高ですね先生。いや、この麺も固
形作っていきます。これ土台の面です。はい、じゃあこれを、はい、置いて、はい、ここの外周に収まるようにしていきたい。はい、はい、でこれ熱風送風ってあるから熱風にしてもらって、めちゃくちゃ重いんで気をつけてください。はい、でこれジュッてやったらもう大やけどしちゃいますから、はい、絶対気をつけて、ここ絶対触らない で、はい、で重たくて休憩したかったらここにちゃんと置いてください。はい、はい、当てていく。あ、はい、形を作っていって、はい、これがねどんどん熱くなるからどんどん早くなる。今冷えてるからちょっと時間かかるけど、はい、ほら、わかる、キラキラしてくんですよね、表面多分。はい、それでキラキラしたら形が変わっていく。ふにゃふにゃにして、うん、こういうふうに中に入れて、でここの一周中に入れていく感じ。はい、でコツとしてはこういうふうに開けると全然開けないから、うん、ピンポイントところにこうやって開けていく。はい、しっかりだからここって焼けてるとか、はい、こんな感じで、はい、押さえる、はい、はい、あ、キラキラしてますね。ここ焼けてる、はい、ここまで焼くともうほぐれない。この面と面がもうくっついてるから、ここまで綺麗に焼いておくと、はい、持ち上げてももうこの形のまんま、あー、崩れないってことですね。そう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 、はい、気をつけてね。はい、気をつけます、頑張ります。いきます。できました。土台は完成しました。これを、はい、全部ちょっと合わせてほしいの。こうやって、はい、1本ずつですか。こうやって端を合わせて全部こうして、はい、1本ずつ合わせます。これはフォークにくっつける方、ナポリタン美味しいな。あ、すいません。あのパーマかかっちゃってるの。ああ。ウニウニって。はい。ウニウニしちゃ、うねっちゃってるから使いづらいのね。でストレートパーマかけたいんですよ。はい。でまたさっきと同じで熱風にして。はい。今度はずーっと当てちゃわないで。ちょっとこう下に下ろして、はい、もうちょっとあのさっき緩く当てるのね。はい、ほら、まあ真っ黒になってきました。はい、ほら、本当だ、それじゃないでしょ。はい、これをこっちの方までやったら今度こっちに持ち替えて、はい、こっちやって全部をストレートにしてます。はい、はい、わかりました。はい、それと頑張ります。綺麗にできると。先生こんな感じでいいんですか。そうです、素晴らしいです。はい、ここもこのぐらい大丈夫ですか。じゃあこっち側に持ち替えて、そう、スパゲッティ。できました。お席に戻りました。盛り付け楽しみ。